ガムちゃんね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 せーのガムちゃんね。皆様新年明けましておめでとうございます。 CUM ガムです。犬年だよ。来ました。ガム緊急企画。なんと、はいはいはい、うんうん、嬉しいことに、お年玉企画。この何ガムチャンネル史上俺殺殺殺が見えてるんですか。2017年ガム頑張りました。緊急企画でお年玉をですねあげたいなと思ってるんですが、はい、ただポチ袋に入れて渡すんじゃまあ面白くない、まあ、2018年苦難を乗り越えてもっともっとたくさんのお客様に応援してもらえるようなその流れをつかむべく1万円が入ったお年玉袋、そして100円玉が入ったお年玉袋それを2種類置きます。100円か1万だけで100円か1万円です。あ、そういうことか。今回これはガムとしてっていうよりは個人うわー人でのその星の元かどうかの本当の判断、はい、みんな見とけよ誰が星の元で星元じゃないか分かるぞ。何言ってるか分からへん見とけよおーい見せてやるよ。僕1個だけ言っていいですか。年男って言うんですか。24、僕年男したら年男役年なんですか。役年じゃん。役男、役年男ってプラマイゼロやん、お前普通やん。え、むしろ前やん。役年の方が強いもん。やっば2018年、俺なった瞬間すぐ家になったもんな。いや、これ話すと話長い話僕も役年吹き飛ばしますもんなら。うわ、言ったっつって言ったら。あるとこ見せてくれよ。任せてください。任せてください。よし、誰か行く。俺どこでもいいよ。だって弾けるし、うん、いや、そんだけ自信あんねやったらお前最後行けよ。お前だけ駆け引き勝負したろ。うわうわうわ、それは違うよ。違うよ、それはダメや。もう俺の持ってる持ってないじゃないよ。そういうでしょ。危ない危ない、こういうとこあるんです。バイバイゲームで。そう、え、ゼロか2万かってことですか。100円か1万円かチャレンジして1万円取れば次バイバイチャンス。それで降りてもいいんだよ。めっちゃおもろいやん。え、テレフォンとかなんかオーディエンスオーディエンス2択、もう2択やピクティした。やってみよう。やってみよう。じゃあ順番誰。俺、じゃあ俺最後決まった。はい、じゃあ僕から行きましょう。おお、ね、かっこいい。2番目はバチンバチンと言っておきましょう。はい、いきます。おお、はい、大勢の流れか。なるほど。じゃあお前4番しかないねん。いっちゃってくださいよ。タカいけるよ。100円おわ1万円。こえー、これ。いや、マジで、あ、なんか焦るからやめて、そういうの。ちなみに今のところどう。ただいつも俺こういうので外しちゃうんよ。さあ、決まりましたか。決まりました。ただね、一応なんやけど、誠一こいつ10万引いてするわけやんか。え、ポールお前持ってんなと思ってのアドバイスを聞いてみたい。誠一はどっちやと。分かった、じゃあタカが言ってから言うわ。俺はもう決まってるけど。本当に。うん、俺もう匂いで分かる。俺こっち。俺はこっち。嘘。パーこっち。マジ100%。俺マジ決めた。俺それ誠一君と一緒。いや、俺マジめっちゃ揺らぐねんけど。嗅覚がもうこっちやって、うん、ビンビンに言っとる。じゃあほんまに俺それは、うん、攻めんわ。あ、もし外れとったとしても攻めんわ。俺かけていいな、そっちに。かっこいいな。かけていい。自分はそっちやね。俺はこっちやと思ったけど。じゃあこっちやろ。なんでやねん。そういうのやめて。天使と悪魔みたいな。俺は聖地にかけます。これでもし1万円を引いたらバイバイチャレンジがあります、うん、その代わりやるってなったら3択にします。これだって社長実費ですもんね。これ完全僕のボケ。ありがとうございます。なので君たち全員が2万円取って僕は10万円払う。え、じゃあいいですか。俺を信じたよ。でも俺これで使ってほしくないな、俺の自分の引きを。3、2、1、ドーン。はい、半分。何やねんお前。お前やっぱ持ってるわ。バイバイはしません。いいんですね、それで。はい、じゃあタカさん1万円ありがとうございます。1万円来ました。ありがとうございます。ポケモンや。ほんとよ、おい、このポケモンの中に、うん、おおありがとうございます。ポケモンや、マジ入っとる。次はキヤ。はい、お願いします。
絶対取ろう。だーらん、分からんやろ。ああ分かんねえ、ほんとにやろうな。全然分からんわ。こっちやな。いやもうこっち、あ決めた。あ今見えたわ。決めたわ。今決まったわ。行こう。これや。ちなみに千一君の聞いていいですか。変えないっす。これはこれでファイナルアンサー。多いけどね。しゃ落としたもんね。せーの、ダウン。ダウン。じゃあキヨ君行くぞ。素晴らしい。いや本当男や、本当お前男や。だけだよ。さっきのやつ誰よ。さらで、あれやんけ。それで引くとこ見たいやん。いや男や、それで引くとこ見たいわ。マジでお前はチャンネル盛り上げた。あとみんな挑戦せんけど、取って取って。お前はいや、普通いいことするよ。いいことで、お前はそれだけでプラスで視聴者を楽しませることを選んで、でなおかつ2万円取って帰れる男。これでなかったら取れるよ、絶対取ると思う。取れると思う。なんか俺もいける気がしますもん。それが大事で、俺がもし1万当てたら速攻やめるそれはもうそう、絶対かも。それはそうよ、普通に。さてバイプッシュきましたよ。今日がバイプッシュした3分の1です。ここでぐちゃぐちゃっとシャッフルをして、はい、ポンポンポンと並べるか。僕がこれを見た上でどこに何を置くか。どっちがいいですか。どっちでも置かれてる状況で僕が選ぶんやったら当たります。おお、かっこいいね。じゃあクリーンに置きましょう。オッケーじゃ、今日、はい、行こう。最後ちょっと確認なの、一応全員に聞く。全員に聞くってこっちじゃないやろ、ね、全員に聞く、こいつらにな。聞いてるやんな。オッケー、決めた。さあ今日どれを選びますか。こいつです。おー、ちなみにその大勢と政治、俺と大勢もこっち、はい、違うって絶対違うって。これ俺、これとこれどっちもないと思う。なるほど。じゃあこれせっかくなんで今日もあげます。これ違うやつね。はい、せーの、外れのやつ。シュッ。おお、ひよくんが選んだのはこっちです。で、なるほど、これも違うと思う。これも違う。じゃあこれはもう取ってきます。はい、でこれ。さあひよくんいきましょう。あげます。わかるんです。取ってよ。本当にわかる。せーの、ドン。開けて、え、開けて、え、いったー、え、いったいったったえ、マジでお前らどうなってるの。何その見えるっていう。いやー、来た来た来た。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。すげー、ありがとうございます。確かにあります。ありがとうございます。え、その見えてるってなんなん、マジでわからん。いや、2連チャンはすごい。2連続で高1万円ゲット、キヨ、バイバイゲームを含めて2万円ゲット、はい、これ本当にやらせじゃないんで、はい、一応紙の1枚を薄く入れてるんですが、まあ君たちの会話を聞いて、もしかしたら視聴者の皆さんはやらせじゃないかと思う。いや、これガチっすよ、マジで。本当にうっすらね、見えるんじゃないかと思われてしまうので、あ、今マネージャーが厚紙を切って、これで外した時見えとったんやろ。そう、助からないでくださいよ。なんなんその見えるっていうのは。でも喜びレベル薄いよね。俺だったらはしゃいどるわ。見せてはいけん姿を。その時はモザイクかけてください。さあ3人目、対して、タカ、キヨに続いて持って帰ってくださいね。統一しよう。あ、S1 も見えた。もう見えた。見えた。もう見えた。早いな。後ろでやるわ。俺こっちだと思う。大丈夫ですか、大勢。はい、行きます。行こう。大勢、ちなみに誠一もそっちだった。本当ですか。全員一致でこっちよ。え、そんなことある。さあ行きましょう。せーの、はい。よかった。大勢、大勢、ありがとうございます。マジでだ、見えてるってなんだ。いや、逆にタカがあのノーマルのリアクションやと思うで。いつもタカの感覚やから、お前はそれでいてくれ。いや、まあ、いや、マジで言うて、俺さっきから意味わかんないんですよ。仕事なの。誰がや。いや、仕事や、仕事や。はい、どうすんの。行きましょう。おお。いや、これ、いける。ちょ、見えちゃうんだよ、ね、俺、こう目つぶって、置かれて、パッてこっち行ったんですよ。俺浮いとったもん、宙に。だからお前は開けてきてた。俺はもう100円でも思いっきり引こうとしてたな。いや、ほんとそう。それがチームよかったな。俺右と思ってたけど、チームなかった。みんなこうやって分かったよ。タカがこっち行こうって言ったら絶対ついてくる。そうですね。大成功。大成功。1枚ゲットしました。はい、バイバイチャレンジ。しかし3択どうしますか。やります。イエーイ、レッツゴー。あ、これも僕分かんないです、どこにいたか。消去法でいいんじゃないですか。キヨは、セイイチは、はもう釣れたい、うん、で、俺、もう分かったわ。
大勢、どれを選びますか。違うっていうやつの1個弾いていい。が弾き。じゃあもうこれはいらない。ちなみに開けときましょうか。ちなみに開けておきましょう。はい。100円。大勢行きましょう。ちなみに視聴者の皆さん、マジでやらせなしだな。じゃあ行きましょう。大勢、2万円をかけたチャレンジ。当たりは、こっちです。うわお前のチャンネル、本当によかった、本当によかった。お前できてるわ、本当完璧一緒。俺これだった。まあでも、見てね、これで、完璧一緒だった時、みんな、ってなるんですよ。大勢が引いたのはシャー大勢全部当てとるよ、これ。いや、もう怖いんやけど。さあ、大勢、お年玉おめでとう。ありがとうございます。今すでに出費は5万を超えた。見えてないからね。まあやらせなしだからね。ただ持ってるだけなんですよ。いや違う、それは俺は違う。だからお前に俺はめちゃめちゃ期待してる。あんだけサポートして全員の当てとるボール上げて自分がドリブルしたらもうこの距離で外すんだから。さあおい、今だからさっきの3択だけ俺も一緒やった。それ以外は俺何も考えてない。まあまあね、こういう柄が違うってことか。今の姫だ。何が違う。どういうことか。あ、そういうことね。粒ね、柄がね、もう違うんですよ。ほんとや。あ、でもそれを全部俺変えてました。ちなみに青いのは分かってんの。どれか分からなくなりました。でもこっちなんです。一番最初もこっちだった。じゃあさっきから当ててる聖地はどれなの。ああなるほど。ちなみに僕も先に一緒でした。で、青行こう。僕です。オーケー、行きましょう。行きます。100円です。なんかその感じでしたね。でもずっと当ててきてるからな。残念。うわぁ、普通だ。うわぁ青行には賞金の。やばい、どうぞ。全員飛びやった。いや、俺最初置いた瞬間ピッてなって、おおってなって、そっからジラジラって分かんなくなって。青いのもあの、うん、一回確認しに。お年玉やからさ、あるかも。こうやってやってる。ガチやから。聖地長意気込みだけ。まず一番最初、まず当てるから、うん、まず当てるの話にならない。すぐ当てます。かっけえなお前。だいぶ。いや、青井ちょっと落ち込んでるな。いや、待って、全員当てとるやん。しかもバイプッシュ2人やん。マジでしょ。しかも当ててきた人が当てれんかったやつ。さあ、聖地。もう次のステージ行くんで、もう次のステージもう行くんで、行きます。これ、これでいいですか。あ、もうこれです。せーの、下下下下、せーの、はい、もう一緒。じゃあ、最後なんで、はい、ここで終了で、わあわあ。踊りなさい、この子は手踊れ、今は高い、今行け。